バブルスライム、カズマは、マリオは、いや遊び人ってわか、商人だね。これありがとう、はい、商人じゃない、うん、勇者ゼロ番、商人マリオ、僧侶カズマ、堀さん、行くぞ、はい、行きましょう、やる気あるか、ありますよ、こいつらヤバすぎって言われて、商人、はい、商人がリュック持てん、財布管理、はい、財布このカバンに入れてるか、はい、カズマ飯食ったか、飯はまだです、まだ腹減ったか、はい、減ります、腹ごしらえとか、俺ら腹ごしらえ終わったか、終わったんですか、よしで、敵はいる、腹ごしらえしたら、ポロを倒しに行く。ポロ、よし。みんなポロいる？倒しましょう。ポロ倒せる？ポロ倒しましょう。よし。ポロどこにいる？ポロ。ポロどこ？ポロ。ポロじゃない、ポロ。ポロ。こんな配信者だよ。ポロ、あ、ポロちゃんね。ポロちゃん。たこ焼き強い？あの兄貴を倒しに行かないと。よし、行くぞ。はい。続け。はい。はい。リスナーさん？リスナーさん来てくれたの？ありがとう。ステッカーいる？いります。商人、はい、ステッカー。ステッカー。握手？ダメでした。おいで。ハグしてあげる。ありがとうございます。大きい？ゼロリスなの？ゼロリスです。本当？ありがとうね。ステッカーあげる。写真も撮る？前も撮ってもらった？お金いらないよ。いらない。マリオさんに払う。まあそれは商人がやって。うん、商人が。俺は勇者だから。勇者は村人からね、徴収したりしない。俺は村人がね、平和を祈るのみ。うちの枠の村人。そして貴族の諸君、大丈夫かい？商人、商人、マリオ、対応しないと。対応、写真撮る？商人、おい、僧侶、写真撮ってくれ。勇者と写真撮りに来たから。リスナーさんのカメラで、スマホで。
カメラで撮るんですね。お願いします。撮れますよ。映らない。大丈夫ですか。はい、はい、笑ってくださいよ。はい、はい、チーズ。はい、はい、撮れました。はい、はい、撮れました。1枚でいいの？はい。撮ったよ。はい、ありがとうございます。やったー。これね、カズマさん、はい、あ、カズマうちの僧侶やってるから。じゃあ、マリオ、はい、うちの商人ね。こんな感じで、いい、ね、ありがとうございます。マリオさん、はい、リアクス来てるよ、はい、マリオ、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうね。気をつけてね。恥ずかしい？じゃあね。配信者？何？ゼロクレーメンバー入りたいの？自己紹介してじゃあ。脇側の石井です。よろしくお願いします。何？脇側の石井です。脇側の石井？はい。臭い、臭いんですか脇が？いや、ちょっとだけです。あんまりすみません。これ、ジャオさんのお土産なんですけど、抗がんマッサージ行きたいって言ったら。抗がんマッサージ？これ2000円するんで1本。多分、すごくいいと思います。マカ？マカです。いいですね。商人？これ目利きして。いいやつか？ 1 本2000円ですけど。わかるか？もう一人の方はちょっといらっしゃるって。どうだ？あ、全然大丈夫ですね。あ、すみません。これ。抗がんマッサージ行きたいっていう、性欲を強くしたいっていう。あ、これはいいっすよ、ゼロマンさん。僧侶、え、私が飲むんですか。うん、性欲が強くなっちゃう。性欲が強くなっちゃう。いいの？これ、いや、もう、あの店員さんが一番おすすめ。心臓止まったりしませんか？抗がんって金玉？あ、違う、抗がんマッサージを行きたいっていう配信をこの前されてて、うん、性欲を強くしたいのかな。これいいと思いますよ。いいと思う。うん、一本2000円なんですよ。強い生命力を持つアンデスさんのマカという、うん、 ね、マカとエネルギー源 D ボー、ディーリーボース。少し体がこの辺が体、首から頭の顔のあたりが ポカポカする。ポカポカする、うん、で朝起きたらいつもよりグッと。喘息の方は摂取しないでください。俺喘息持ちなんだけど。ならダメダメだね。ね、脇賀さん、はい、僕喘息なんですけど。これ飲めないんですか喘息のこと。敵だわ。これ喘息の方飲めないんですか。書いてあります。あ、なら私、なら私飲みましょうか。ちょっと、はい、私の勉強不足でした、はい、ロイヤルメリー。やる気ないでしょ。いや、あります。ある？はい、あります。何になりたいの？ゼロクエの。え、ゼロクエ何になりたいの？僕は僧侶になりたいです。僧侶いるわ。カズマが、カズマが僧侶やってる。僧侶、あ、そうなんですか。そう、2人いても困らないじゃないですか、やっぱ専属の。いや、困るよ、2人もいらないよ。僧侶いらないですか。うん、あ、じゃあちょっと弱いんで僕遊び人とかがいいです。遊び人？はい、あ、戦闘要員じゃないんですか。戦士とかできない。やります。うん、やります。シャドウやってみて。シャドウか。カズマ、脇の匂いチェックして。うわ、うマスク取れ、マスク、マスク取れ。大丈夫？大丈夫？から酔わない。安心ください。うーん、色がないからな。脇側の石いる？黒あるのか。ないわな。ないもんな、ユニフォーム。攻撃力ある？役に立つ？まあちょっと様子見るか。
マリオは頑張ってるじゃん、リュック持ったり。マリオ配信もやりながら頑張ってるよ。ちょっと連れてくか、せっかくだし。行くかじゃあ。はい、行くか。行きます。行かせてください。ポロちゃんどこにいる？ポロちゃんどこにいるんですか？誰か知ってませんか？ポロちゃん誰が調べるのよ。僕調べます。うん、ちょっと待ってくださいね。ちょっと一旦切りますね。ちょっと待って。よし行くか。どこ、自販機、どこの自販機にいるの？俺が忘れられないって言ってたから会いに行こうよ。どこ？昨日言ってたんだよ。ちくさくフラワーマンション近く。え、大須にいるんじゃないの？あ、車で移動しちゃったんだ。そういうことか。敵がいないんだ。カズマに飯食わせるかもしれない。パーティーって5人まで。変なのばっか寄ってくるわ。ここ行くか。タバコ吸えるかな。タバコ吸えるんだよね。いいでしょ。岐阜のどこですか？こうタバコ吸えるから。ここでちょっと休憩したいよね。マスか。あくんの待つか。カズマ何食う？はい、何でもいいですよ。なんか頼んで、その灰皿お願いして。なるほど。うん、オッケーオッケー。ポロが01さんにジュースをおごるって近い。みんなナイスをしてよ今日。あ、よくやるやん。マジか。カズマに出してあげて。マリオさん、かわいそうやろ。俺ビール飲んで大丈夫かな。ビール、これ今日によってビール大丈夫かな。飲んでいいのかな。運転することある。マリオよく貸して。カズマ何買ったの？カズマいくらしたの？俺払ってやるから。俺ビール。みんななんかあれしな。うん、飲み物だけいただいてもいい？ビール、うん、みんな飲みたい人飲みな。
10個10倍ビーチャーありやすいありやす Thank you お金持ちいいな。いや、ウニちゃんの方がお金持ちでしょ。ね、ビール飲むぐらい可愛いもんよ。みんなとね。つかもう。来るの鳩ブロックしていいもん、鬱陶しいから。火薬火薬、水にゃん水にゃん。で次はこまいこまい、気持ち悪いんだよ。次から次へと。そこのリスナーも気持ち悪いよな。火薬といたら火薬とやったのかとか、水にゃんってやったのかとか、気持ち悪いんだって。うん、飲め飲め。脇側？脇側お茶もらいました。ビールは？ちょっと車なので。飲めよ。代行で作ります。うん？代行で帰ればいい。代行で帰ればいい。もう一個ビールじゃ。店の、それは。では、男がいるので代行で帰ります。うん。ありがとうございます。お兄さん、ビールもう一杯ちょうだい。で帰ります。いくらこれ？500円。じゃあ、お釣り800円なの。500円。今日一番200円、200円だったマリオはいいのかね。はい、お茶大丈夫です。いただきます。ありがとう。ありがとう。花火来た。今いくら？500円。これいい。カットか、こまい、こら。おい。シカトか、お前、ロバ。絶縁だ、これ。こまいって、ギャンカス。ジャンカス。このビールの後輩。やれるかと。なめけんね。ゆいちゃんの全身なめ回すとなめけんね。ほんと。いいよ。
どういうのこいつも気持ち悪いよな、くる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 ってな。誰でもいいんじゃない、ちょっと有名だと誰でもいいんじゃない。おもちゃになっちゃったね、おもちゃ、おもちゃだよ。これよりひどい。皆さんね、イベント最終日なんで初心者マークください、お願いします。いいの？いただきます。いいよ。ありがとうね。味噌カツ。どうすか？最近クルちゃんのファンになったけど失望した？ああね。だって現にナイス減ってるからね。恥ずかしかった？ありがとうございます。ここ。味が濃いね、やっぱ名古屋の食い物は。いや、味が濃いわ。これね、付き合わないと思う。無理だろ、無理なんでこっちだよ、付き合わないと。